アルマジロさん、企画説明お願いします。はい、本日はこの3人で、なんだっけな、なんだっけ忘れちゃった、うろ覚えクイズ大会グダグダじゃねえか、このメンツでクイズそうなんですよ、クイズ大会が始まります。勝てると思ってるんですか。前回とかはね、やっぱ、一般常識とかだったじゃないですか、はい、今回はうろ覚えクイズということで、私たちの記憶力が試されるゲームですね、はい。まあ、それだったらちょっとアルマジロでもいけそうだね、ワンちゃんバカにしてますか、ま、アルマジロでもいけそう、まあ、記憶力いい方なんでね、結構ね、ということでね、やっていきましょう。毎回さ、俺だけ負けたら失うもんあるけど、だからアルマジロ勝ったら得るもんだけでずるいよねでは行きましょう、レッツゴー。よし、ボカボカにしよう。では行きます。ででん、赤と緑、そばはどっち。あー、これは余裕ですよ。簡単じゃないですかこれここまでレベル落とせば確かにアルマジロに負ける可能性はあるもう強要でもなんでもないね。超そば大好きなんでね。はい、ということで行きましょう、回答オープン。おい、アルマジロいけるぞ今日は。おいそば食ったことねえのかよ。うどんだよな赤は。うどんですよね。やべえ、どんべえで考えちまった。はい、では正解は赤でした。まあ、ほら、ひいらぎさんお金持ちだからカップラーメンとか食べないから。あ、なるほどね。そうお金持ちウーバーイーツしないからこの人は。コツコツ、いやそうだし、マジカップラーメン体に悪いから食ってるやつバカっすよマジでマジバカいろんな人を敵に回してるわはい、では次行きましょうこれアルマジロに負けたら煽られるぞいっぱい煽る。ででん、次はこちら。うわ、わかんない、マジわかんない。正しい配色はどっち。いや、あ、もうわかった。俺はわかるわ、俺セブンユーザーだから。わかんねえ。おお、俺はもうセブン大好きなんで。気持ちいいところがだもんな。まあそうだな。気持ちよくなれる配色。いや、今回マジで負けらんないな。煽りたい。はい、チャンスだぞ。回答オープン。あれ？嘘。いや、そっちの色気持ちよくないよ。気持ちよくないよ。気持ちよかったって。ずれてるよアルマジロ。いや、ずれてる。え、気持ちよかったよ。絶対 A。絶対 A。では行きましょう。正解は。やったー！マジセブンイレブンなんて使ったことがないです。バカども、バーカ。嘘でしょ、やべえ。バキヨパスさんももう、ヨパスさんも人のこと言えなくなっちまったぜ。どうするこれ。 A の方が気持ちいいって B センスないよA の方が気持ちいいよ。敵に回してる。これ A 気持ちいいですね。待って、これ記憶力じゃなくてもう別のところで勝負してるやん。いや、まあよく喋るっすね。では行きましょう次。やばい、全問正解が煽ってくる。やばい、負けるマジでやばい。次の問題こちらってね。ガストのお子様メニューはどれ。あー、私わかんねえ。勘じゃねえかよこれ。次タイムスタート。いや、私こちらと思うな。さすがにどうだろう。お子様メニュー、健康面も考えてこっちで。健康面も考えこっち。はい、ということで回答オープン。お、割れた。うわー、いやー、でも分かる。割れた。A な気がするよな。そんな子供っぽいんだよ。だから C ワンチャンね、デニーズとかかなって思ったんだけど、なんかウインナーの感じがなんかしょっちゅう食ってるガストに似てるな色がと思って C にしちゃったわ。え、なんか C 海苔あったっすよ。あ、ガストならありますよ。入れないなーと。海苔いいっすからね、ガストは。大丈夫っすよ。話題に入れないよ。分かんなすぎて行かないから行かないから分かんないよ。金持ちアピールしてるじゃねえぞ。そうだそうだ、また庶民に寄り添え。いや、もっとジョジョ園のお皿とかさ、そういう嘘じゃないってそれ大人。では行きます、正解はこちら。バカだね。やだー、やべー。やべー、見りゃ分かるでしょ。どう見てもガストは A。 ジョナ、いや、ガストでしょ。どう見ても A。やばい、マジで。ひらきさん、日高屋しか行かないから。俺、日高屋しか行かないです。そう、日高屋しか行かないから。そう、競合店の名前出すのやめてもらっていいですか。僕、日高屋の CM 出てたの日高屋の人だからでっか。では次行きましょう。次の問題こちら、ドン。日本のメーカーではないスマホはどれ。あ、もう分かったっす、これは。余裕っす。これ分かんねー。回答しました。はい、では行きましょう、回答オープン。うわ、
あーこれ二人間違いっすね。あそうなの。ギャラクシーサムスンなんで海外ですね。そうなんだ。エクスペリアとかはソニーとかで、アクオスがシャープなんで、これいや分かってたもんね。お宅になったってなあ、お宅さん、いや怖い。いや iPhone しか使わないアップル信者、これだから困るんだよな、はい、私が武器ますね、はい、うわ知らねえ。いや知らないよ。こういう機材使う人間として知っててもらわないと困りますわ。いや俺案件でエクスペリアの案件あったから、エクスペリアだけは知ってたんだよな。なるほどね。ソニーだって知ってたんだ。あとは分かんなかった。言い訳でかすぎない。案件もらわないとやっぱ分かんないよね。 iPhone 以外は知らないから俺。ひねえ。では次の問題いきましょう。こちら、はい、でん、2021年10月時点のメルカリのロゴはどっち？次タイム時点ってことは何？どっちもじゃあ使われてた ロゴってこと？うん、多分そうだと思う。3年前のロゴ？今がどっちかすらわからん。なんかもうちょっとエモい色だった。いやどうだろう。俺動画のサムネでメルカリのアイコン使った気すんだよな。多分こっちだと思うんだけどな。いやわかんねえ。はい、どう？オープン！うわー割れた。いやーどっちだ。いやちなみに A が今なんですよ。引っ掛けかもしんないんすよ。変わってないよねみたいな。では正解発表はこちら。どう？シャー！おかしい。2018年までのロゴが B だったんだ。あそうなんだ。あそうなんだ。なるほど。案件もらわねえとな。わかんねえな。案件の話しかしてねえ。案件おじさん。案件おじさんだな完全に。ではいきます。次の問題、1つだけ違うメーカーの商品があります。それはどれ？シンキングタイムスタート。これちょっと難易度やばくない？え、これマジでむずい。多分わかんないけどこれかな。よし、わかんない。はい、どうぶん。うわっ、いや、わかんない。飲めない方にしちゃった。飲めない。どんな理由だよ。もうクイズじゃないじゃん。コーヒーね。いやでもコーヒーサントリーってボスなんすよ。でもあれブラックボスじゃなかったような気がしたから B にした俺は。ではいきます。正解はこちら。うわそうなんだ。やばいっすよ。よし、クイズで俺がビリは良くないよ。ブランディングというものがあるんだよ。では次の問題いきましょう。でねん、このキャラクターといえばどの企業？誰誰これマジ知ってるかな？え、見たことない。知ってる。企業でしょ。誰？これ誰だっけ？え、誰？メガネかけた鹿？メガネかけた鹿？え、わかんない。わかんないけど、みんなが知ってる企業じゃないとクイズに出ないでしょう。では行きましょう。回答オープン。え、チデジ？チデジ？それチデジかだろう。そうか、なんだっけ。チデジしかも企業じゃねえし。え、そっか。ちょっとマジでわかんなかった。これ車っす。この鹿は。あ、そうなんだ。で、多分ホンダ。え、ホンダ？ホンダ？キャラいたっけ？てかホンダって車なんだっけ、分かんなくなっちゃった。まあいいや、大丈夫っす。では行きましょう。正解はこちら。外れた。あっていいじゃないか。ダイハツ。ダイハツ車なんだ。うわ、ダイハツだった。普通に恥ずかしいわ。ちょっと恥ずかしい。生きったくせに外したから。ではこちら。でねん、マッキーのメーカーはどっち？シンキングターン。スタート。私わかる。めっちゃ仲良かった先輩がパイロットの社員だったんだ。マッキー扱ってたっけな。マッキー扱ってたっけ。先輩先輩先輩、これどっち？先輩教えてくれ。どっちだよ。先輩、お前さんが苦しんでる。はい、どうオープンじゃないと信じた。なんとこちら正解はどう？おー、よかった。夢の正解。やばい、でもアルマジロがリーチだ。アルマジロマッチポイントっすよ。来た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 。やばい。いいですか、グミンども。デュースにしよう。デュース並んだらグミンども、デュースにしよう。いいですか、グミンども。グミン扱い来た。では行きますね。こちら、ドロン。 Google のロゴの配色として正しいのはどっち？いやー、これは YouTuber だからね。スタート。 YouTuber は負けたらもう大事だからな。許せないよこんなん外すの。わかんないんだけど、どっち？俺も、いや私も結構怪しい。全然わかんない。気持ちいい方だ。全然わかんない。全然わかんない。
気持ちいい。でもこれ気持ちいい方選びました。はい。いやこっちの方が気持ちいい。ああこっち行くか。では行きましょう。回答オープン。うわ。お。お。さあどうなる？いやマジあんま自信ないなでも。これ俺だけやってれば逆転できる可能性が。そうだな。では正解は。グミになっちまった。はい。いやマジか。おお私グミは二人ともということでありがとうございました。いやーよかった気持ちいいですね。1位っていうのはどうですか。2位3位のお気持ちは見下していた私に負けるお気持ちはどうでしょうか。悔しい。あまりにもクイズが庶民向けすぎて僕とはちょっと違うなって思いましたね。コンビニとかカップラーメンとか。はいはい、グミンでしたね。さようなら。え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。